165ハイブリッドラリーレード使用者600は、日野自動車が製造する中型、大型トラックである。実際の車種名は、下記の3桁の数字だが、投稿では、日野自動車グローバルサイトで600シリーズとして紹介されていることから、記事名を600とする。日野が北米市場に本格参入を果たすために投入した北米専用のボンネットトラックである。生産は、 ヒノモータースマニファクチュアリング USA で行われる。左ハンドル仕様のみで日本では販売されていないがヒノオートプラザが1台保有している。また、東京都内でビアレストランを経営する法人が後部にコンテナを搭載しバーカウンターを備えた移動式店舗に仮装したナンバー付き車両を所有している。 駆動方式は 4X2 の後輪駆動で、全車ベッドレスのショートキャブが標準である。それぞれのモデルごとに152インチから271インチまで様々なホイールベースのバリエーションがある。また上位クラスである268、268、A と338は特注で最大298インチまでホイールベースを延長することが可能である。 車体が現行ラインナップ、祭事は過去に設定されていたモデルで、現在はこのクラスはキャブオーバーモデルであるデュトロの北米仕様に置き換わっている。日野自動車とチーム菅原は2019年6月3日にダカールラリー2020年大会の体制を発表。2号車をレンジャーから600に変更し、ドライバーは菅原義正の公認として新加入した。 花はイクオが務めた。ドライブトレーンは6速 AT を採用する以外は A09C エンジンへの感想を含めてレンジャーと同一となる。ありがとうございます。